中古車販売大手ビッグモーターの店舗前で街路樹が枯れるなどした事件で、警視庁と神奈川県警は東京・港区の本社に先ほど家宅捜索に入りました。中継です。はい、午前10時ごろ警視庁と神奈川県警がそれぞれこの私の後ろにあるビルの20階に入るビッグモーター本社に器物損壊の疑いで家宅捜索に入りました。確認できるだけで7台およそ35人ほどの捜査員らがビルの中に入っていきました。東京都は5日に被害届を警視庁に提出し、8日には街路樹の周りから除草剤の成分が検出されるなどした都内9店舗に警視庁が家宅捜索を行い、芝刈り機などを押収していました。今回の捜査は器物損壊容疑ということながら捜査一課が担当していて、今後押収資料などをもとに除草剤が撒かれた経緯などについて調べます。